ということで、踏みの里駅やってきました。踏みの里、なんかここから近いみたいなんで、なんだったっけ、道通寺線なんて駅やったっけな、なんか全然歩いていけそうな感じなんで、地図で見たら歩いてってみようかなと。そうですか。あ、これでいいか。で、あ、地図がある。あ、これか。昭和町駅。ああ、もうすぐやな。4番出口から出ても、そのまますぐ入れる。ほぼほぼ乗り換え駅みたいなもんですね。よし。4番どこや、そこか、もう目の前や。あら便利、もう持ったままでええんちゃう、これしまわんでも。4番出口やる、こっから出ればいいの。すごいな、なかなかレトロな言い回すな、人体を。ゴミ置き場です。踏みの里駅前出た。で、こっち行ったらいいのか。もうすぐみたいですね。めっちゃ栄えとる。あそこ大阪ですね。まあどこ降りても、ちょっと美味しそうなパン屋さんあるし。気になるね。いろいろありますね。で、うわ、あっちゅう。ふくふくラーメン。どっちかいでね。これはもう、駅間散歩として一本にするのも厳しいぐらい便利すぎますね。まあいいですけど。あ、地球は、これは本当楽だわ。米沢牛だ。へぇ。何が気持ちいい。長崎か。あ、もう見えてきた、メトロの駅が。近っ。あ、そんなとこ商店街あるんや。踏みの里商店街。これでまた寄り道しとるで、先の工程がまたえらいことになるんやけど、生活と触れ合いのある道。豆腐屋さん。豆腐屋さんなんや。すごい。あ、開けてるじゃん。こんな感じになってんねや。こっちが橋で、それを踏みの里駅やから、こっちか。ちょうど。行ってみる、出口と出口が繋がっとるね。よし。サンシェード。アーケードがあるから。アーケードがあるだけ結構、
あとさ変わるな。スイッチ屋さんか。チャリティ自転車。つぼ焼き。あとの魚屋さん、ここがあるわ。珍しい。うなぎか。こっちも水産屋さん。水産屋さん、いろいろあって。こっちは八百屋さんか。あ、今こっちは感じないっけ。昔ながらの。すごいな。もういた。うわぁ。まだな、この後歩きもあるから生もの買えんからな。まだな。あ、まだ奥もあるんだ。すごい、広い。いろいろあるわ。あ、ここも遠くだ。ここは、そうだね、ずっとね。すごいな。あ、そっか、すいません。こんな感じなんや。大丈夫ですか。で、ここはチキンショップ。あ、すいません。